待っていましたよ、帝国歌劇団。ラシャ。いよいよお出ましか。ヤシャ、あなたは新宮寺さくらさんですか。そんなこと、刀を交わせばわかることでしょ。あなたが新宮寺さくらさんなら、私があなたを正してみせる。そして新宮寺さくらさんでないのなら、あなたを打ち倒し闇を払ってみせます。打ち倒す。何がおかしい。あなたたちは何も分かっていない。玄庵様に挑むということがどういうことかを。一体何を言って。こういうことですよ。まずは一匹。アナスタシア。そんな、機体の生命信号がありません。え、嘘だ。こんなにあっけなく。ゲントが近づき、ゲンアン様の力が解放された今、私には勝てませんよ。アイスドール、裏切り者にふさわしい最後でしたね。アナスタシアさん。そんなに嘆く必要はありません。すぐにあなたたちも同じ場所に行くんです。そう、正義ごっこはもう終わり。正義ごっこ。さくら、悲しむのは後だ。お前まで死ぬぞ。神山、命令を出せ。ヤシャを倒すんだ。分かってる。行くぞ、みんな。ヤシャを撃破する。了解。封印は弱まり、私の魔力も満たされました。遊びは終わりです。なんだ。これは魔力解放、幻想竹三日月。なんだあの魔力は。今までとは桁違いだぞ。かわいそうに怯えているのね。今楽にしてあげます。アザミさん、危ない。クラリス、クラリス。アザミさん、大丈夫ですか。アザミは平気。アザミさん、怖がらないで。私たちは、花組は絶対に負けません。必ず。クラリス、もういい。無理に喋るな。必ず勝つ。クラリス。美しい友情。無駄死になのにまるで喜劇ね。無茶だ。クラリス見てて、絶対勝ってみせる。かくだ。見事な体術ですね。でもお子様はもう寝る時間よ。アザミ、これで3匹目。ごめん、何もできなかった。
足を引っ張って。ごめんなさい。そんなことはねえ。見せてくれたじゃねえか。仲間の思いをつないで、人は強くなれるってことをよ。そうかな。だったらちょっと嬉しい。アサミ。勝ってね、みんな。アサミの最後のお願い。アサミ。アサミ。残りはあなたたちだけ。もう諦めなさい。アサミが教えてくれた。心をつなぐことに力になる。思いの力になる。面白い冗談ですね。わからない。よく頑張りましたが、竹見和地の力には及ばないようですね。こんなに頑張ってもダメなの？人間なんて儚く脆いもの。人間は弱い。なんて惨めな存在なのかしら。笑うんじゃねえ。人間は確かに弱いさ。すぐに死んじまう。お前らのような能力もねえ。だけどよ、人間は大切な人の思いを受け継いでどこまでも強くなれるんだ。みんなの熱い命の炎は私の胸に宿り、私を強くする。誰事を。見せてやるぜ、ヤシャ。限りある命だからこそ限界まで輝く炎を。ハンターは？アナスタシア。最初は不愛想なやつだと思ったけど、熱い心を持ってるかっこいいやつだ。アサミはいつもいつもうるさくてよ。でもその明るさにいつも助けられてた。クラリス、口が悪いのはたまに傷だが、お前の脚本の優しさは世界一だぜ。バカな、この圧は何なのですか。この力は。しっかりしなさい、神滅。アナスタシア、アザミ、クラリス、みんな大好きだぜ。私に最後の力を貸してくれ。消える。貴様、この力は。女の意地ってやつよ。貴様、やかれ。ハトはしっかりして。悪いな、さくら。私はもう立てねえや。そんなこと言わないでよ。やだよ、行かないでよ。神宮寺さんを元に戻すのはお前の使命だろ。ハトは、さくら、生まれ変われたらまた友達になってくれよな。あの大きな桜の下で待ってるからさ。絶対に会いに行く。約束だぜ。玄庵様の力がなくとも負けはしません。たった二人で何ができるというのですか。お前には分かるまい。俺たちに宿っている力が。行くぞ、さくら。夜叉の因縁に決着をつける時だ。はい。魔力が足りない。早く玄庵様の魔力を期待に。夜叉の魔力が戻るまでの時間が最後のチャンスだ。みんながくれたこの時を絶対に無駄にはしない。
ヤシャ、今こそあなたを倒します。さあ、い戦いを始めましょうか。私を蘇らせ、永遠の命をくれたのですか。違う、前のあなたは正義のために、未来のために戦い続けた人。永遠の命を与えられたからと、自分の心を曲げたりなんかしない。小娘スズリ、分かったようなことを。何が前のあなたですか。そのようなもの存在しない。私はヤシャ、玄庵様のしもべです。死ぬと。まだです。私が、このヤシャがこんなところで負けるはずがない。闇に飲まれても自分の正義を貫く人。分かっていたはずなのに疑った自分が恥ずかしい。決着をつけましょう、ヤシャ。私は今あなたを、自分の弱い心を切る。何が起こってるんだ。ハツホ、クラリス、アザミ、アナスタシア、みんな本当にありがとう。受け継がれた思いを胸に私たちは進み続ける。次回、新桜大戦最終話、心を継ぐ者。大正桜にロマンの嵐、帝国歌劇団、出撃せよ。